ション学院は、創立これで40年目の学校になりまして、アニメ業界の中で活躍するために必要な、教育を全体的に施している学校となります。デジタルツールの使い方の基礎から、あとは就職したりとかですね、イラストレーターとしてプロでやっていくためにいろんな応用の技術なんかを教えてます。当学院でワコムモバイルスタジオプロを8校舎で185台導入させていただきました。その大きな理由としては、やはりいろんな機種触らせていただいた中で筆圧が段違いに違うと、要するにアナログとデジタルの境目がここまでなくなるんだということを先生一度びっくりしてました。今までと比べてタッチパネルの精度がすごく良くなったので、書き心地がすごい良くなりました。紙に書く感覚と本当変わらないので、気持ちよく作業できてるなって感じます。学生が添削希望に来るときにですね、モバイルスタジオプロを直接持ってきてもらって、そのままちょっとペン借りてさささっと添削したりとか、アナログ的なやり取りができるようになりました。実際液晶タブレットを使ってみて、やっぱり自分の目で見たところで一発で書けるっていうような精度が増すので、つまり時間も短縮できるっていうのは本当にいいものだと思いました。小さい液タブだと自分の手で隠れちゃう範囲がでかいと思うんですけど、その分大きいモニターなので手で隠れる以外のところもしっかりと見えて作業がしやすいと思います。思ったところに線が引けたりとか、細かいところの色がずれたりとか、すごいいいなって思っています。最終的なその生産性がすごい上がるっていうのがすごい大きくて、気持ちよく操作できる分長く作業できたりとか、集中して作業できたりとかっていう面で、作業スピードはすごく格段に上がりましたし、ワコム製品でもすごいありがたいなと思ってます、はい。やっぱりよりいい人材をより早く多く、輩出していくということが使命感だと感じてますので、業界の成長スピードに負けないような学校にしていきたいなと思ってます。将来は女性の方が喜んでくれるようなかっこいい男の子だったりとか、綺麗なイラストが描けるようなイラストレーターになりたいと思っています。フリーランスで絵の仕事も受けつつ、同人誌の収入で生計を立てていくという感じになります。プロになってからイコール、我々の学校を卒業してから即戦力になるような人材を求めてます。それをするためには、やはり今のうちに最新の機材、最新のソフトウェア、これに触れる必要がありますので、またデジタル作画をすることによって作品の制作スピードが大きく上がりますので、より多くの作品を作って、より多くの人に評価していただいて、卒業した段階ではもうロケットスタートを得られるようにしたいです。